こんにちは、たけです、続けた結果シリーズです。この動画はたけが続けたことを結果と感想を言う動画です。今回は椅子軸法をやり続けた結果ですね。でね、椅子軸法をやり始めた結果、そのなんか体のね、中心っていうのが分かってきましたね。前まではね、僕基本猫背なんで、この猫背なんで、猫背でもなんか僕はなんか腰がなる S 型の猫背らしいんですよね。ほんでなかなかね、その自分の正しい姿勢っていうのを何だか自分でやろうと思うんですけど、分かんないんですよね、何が正しいかっていうのは。で、人間ってその正しい姿勢よりか自分の楽な姿勢になるじゃないですか。例えばお家からご老人がすごいこの腰曲げてそのね、農業とかされてるじゃないですか。ああいうの見るとやっぱりその本人は楽なんかもしれんけど、正しい姿勢ではないですよね。だから意外にね、自分でのその僕も猫背なんで、正しい姿勢って分からなかったんですね。 でもね、この椅子軸法を始めて正しい姿勢っていうのが分かってきたんですね。だいぶね、その自分でこれがまっすぐ立ってるなっていうのが分かってきたんで、それは結構大きいですね。ほんで例えば僕の場合はね、ずっと歩いたりとか運動した、例えばフットサル行くじゃないですか。行った後とかやったらすごい疲れるんですよ。疲れるとかしな、姿勢が悪いんですよ。ほんでそれで椅子軸をすぐやったらまっすぐ立てるようになるんで、だから矯正するのもね、いつでもどこでもその矯正とかできるんで、めちゃくちゃこの椅子軸法っていいっすよね。やっぱ姿勢良くなったっていうのがね、やっぱりね、年々と年いってくるとやっぱ姿勢が悪くなって、自分の今言われさっき言ったみたいに自分の中心で分かんなくなるじゃないですか。それがね、そう中心が分かるっていうのはほんまありがたいですよね。いいのね、僕らも YouTube でやったんで別にお金もらったわけじゃないですけど、ほんまありがたい情報もらったなと思いますね。以上です。そしたら椅子軸をやり続けた結果は、椅子軸をやり続けて姿勢が良くなって猫背が、マシになったってことですね。まあ、でもほぼね、普段はほぼ治ってる感じですね。体力を疲れてきたりするとちょっと猫背になるんですけど、まあ普段は結構まっすぐ立ってる方ですね。だいぶほんま猫背マシになったと思います。で、すぐにその疲れたりしたら椅子軸をすぐやればいつでもできるんで、ほんまいい情報くれましたね。ほんまありがたいですね。以上です。そしたら、タケがやり続けた結果、シリーズの、タケでした。チャンネル登録、いいねお願いします。